直七チャンネルでございます、はい、今日は園芸研究家富山先生に来ていただきました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ今回ですね、はい、まあ、富山さんといえばね、やはりこう蘭の専門家でいらっしゃるんで、はい、久しぶりに蘭のお話ですね。そうですよね、はい、例えばね、洋蘭展の時期にこういうミニ洋蘭購入したわっていう方も中にはいらっしゃると思うんですよ。いいですね、うん、でこれよく見たプラ鉢ですよね。これちょうど今黒のね、よくある、はい、売られてる状態のね、はい、で昔から蘭って素焼き鉢ってよく言いますよね。こちらが素焼きの鉢ですね、はい、ちょうど人間に例えたら、うん、メッシュの下着でこちら側はビニールパンツなんですよね。なるほど。で着生蘭ね、ついて生きる蘭って書いて着生蘭って言うんですが、その木にくっついてる蘭はできたらこちらのメッシュの下着の方が快適に過ごせるんです。やっぱり素材によって植物もね、居心地が変わるということですね、はい、蒸れてしまうんですよね。で一回ちょっと抜いてみますね。ほとんどが売られてるものはこんな感じで二重鉢になってます。本当ですね、はい、もう真新しいプラ鉢に掘り込んで売られてるんですよね。なるほど。でまずこういう着生蘭、木にくっついてる蘭を購入された時はできる限り、ね、風通しを良くして乾きやすくするために一回抜いてみます。で中には水苔とバークと2種類の植え込み材料があるんです、はいはいはい、これ水苔ですよね。これ今水苔が、はいはい、巻いてあります、ね、バークやったら木のくずでボロボロと落ちます、うんうんうん。で当然水苔の量を減らすために発泡スチロールが入ってたりします。本当ですね。これ鉢底石みたいなものですか。そうです、はい、でこの水苔が触ってポロポロ落ちるようやったら腐敗が始まってるんですよ。なるほど。そういう時は全部お取りください、ね、でこれもよく見たら根腐れ起こってますね。ネズミ色のこう茶色のやつ。ちょっと待ってください、これ根なんですか。そうなんですよ。なんか紐やと思ってました。いやいや、本来元気な根っこはこういうグリーンのね、グリーンとか白からグリーンが本当の根っこなんですね。すごい。でやっぱりビニール下着、ビニールパンツを剥がされてると蒸れてこういう風に根っこが傷んできます。なるほど。それでこういうメッシュの下着にポンと入れ替えるだけで本当に元気になります。これでだいぶ水はけとか変わってくる。変わってきます。もう素焼き鉢っていうのは低い温度で焼いてますからすごい細かい穴が開いてるんですね、うん、だから濡れてもすぐ水が伝わって風が吹くとそこから気化していきますので、なるほど、すごく着生蘭には素焼き鉢がいいって言われてます。でね、あと皆さんこれよくご覧になっていただいたら、はい、なんかこれ素焼き鉢3種類ありますよね。そうですね、はい、ちょっとずつ色も大きさも違う、大きさも違うんですが、はい、基本この3号これが今3号、そう3号ということは3かけてください。直径が内径が9センチあるんですね。これが9センチなんですね、はい、で高さも9センチです。99なんですね。そうです、はいはい、そうで3号4号5号あたりが着生蘭で一番よく使う鉢サイズなんですね。胡蝶蘭とかなんかこんな大きい鉢でいただくことありますよね、うんうん、あれはいろんな株が寄せ鉢されてるから大きい鉢であって、育てるときは3号から5号の間で、で日本の鉢って優れててここね、3って言います、はい、出っ張ってるところ、ここ8壁って言いますこの3の体積と8壁の体積実は本当は一緒なんですよ。見た目全然違いますね、うん、でここまでで植え込んどいたら上の隙間に水入れるだけで30分かけて浸透していくんです。へえ。すると一滴も下から出ないんですよ。結構目印になってるんです。そう、それで床の間に飾れたって言われてます。なるほど、はい、だから本来先ほど僕こうやってポーンと入れたら飛び出してましたよね、はい、だから本当はこういうの浅植えって言ってよくないんです。なるほど、ね、ただ着生蘭の場合は風が当たったら乾きやすいので今の場合これでも構いません、うん、本来もしちゃんと植え張るんやったらここまでにしてください。ここは水をためる水しろ、ね、ウォータースペースとも言います。じゃあまず1個目の一番簡単なものはプラ鉢から素焼きに変えようねと、これが一つの教えね、はい、で最近洋蘭のカトレアで入ってるのはこんな鉢で植え込みます、めちゃくちゃ浅い鉢ですね。浅いでしょう。これを平鉢って言うんです。浅鉢あんまりイメージなかったですけど、直径の半分の高さのものを平鉢浅鉢って言うんですが、なるほど、根っこが回る堆積量が少ないですよね。そうですね。だから根詰まりを起こしやすくなって花が咲きやすくなるんですよ、うんうん、そういうことがこの 2,30 年カトレア業界で分かってきました。なるほど。だから皆さんこんな鉢買わずにこんな鉢買ってねカトレア植えてもよく咲くんですよっていうことを覚えておいてください。これでも浅く広くでも問題ない、問題ないね、うん。
だこれが2つ目の教え、ね、そうそうそう。じゃあそしたらこれ一回取ってみますね。本来つぼみついてるときは根鉢崩さない方がいいんです、うん、あ、なるほどね、はい、あの触っていいのはいつも毎年4月5月に植え替えのタイミングってなります。ちょっと水苔取ってみますね。そーっと引っ張ったらこんな感じに取れます。お、結構本当にそーっと引っ張ってください。力もいらない感じで、うん、そーっと引っ張ったら取れます。で、根っこっていうのは付け根が大切で、途中で折れてもまた枝分かれしてきますから、こんな感じでシューッと取りました、はい、結構簡単に崩せるんですね。崩せます、うん、でね、ここで皆さんこうやって裸になったら案外なんかあんまり根っこないですよね。これ傷んでる根っこですし、です、ね、元気な根っこここしかないですよ ね、 本当ですね、うん、こういうのって植え込み材料取ってあげた方が根っこを腐らす菌がいてるんですよ。根腐れってこういうところから始まっていくんですわ。そうなんです、ね、元気なとこまで浸透するので、うんうんうん、できたら傷んだ根っことこの水苔は取られた方がその根腐れ状態が止まっていきます。かえってじゃあ崩す方が健康になっていくっていう。そうです。4月5月やったらこんな十分取っていただいていいです。だから本来つぼみとかこういうのある時は触らないですよ、うん、下の水を吸って花を咲かせようとする時なんでね。これは皆さん4月5月を想像してみてくださいね。ちょっとこの支柱も取ってしまいます、はい、案外ねそんなに難しく考えなくてもランって簡単なんですよ、うん、特にねこのカトレアって病気にならないので。あ、病気に強いんですか。50年100年栽培してる方がいっぱいいらっしゃるんです。へ、だから案外皆さんなんかカラトリア枯らしちゃったっておっしゃる方多いんですが、それは冬の寒さで傷ましてるんですよね。あ、なるほど、うん、だから今もし普通のマンション住まいで上に住んでたりしたら最低温度が15度ぐらい普通にあるマンションあるので、そういうところでは枯れません。なるほど。一軒家が冬の間4度5度まで下がったらカトレアは冷たい水かけてると根を傷ましてしまうんですよ。結構じゃあ冬の温度が5度から10度ぐらいは気をつけないと。そうです。あの一軒家で寒いところはもう水をかけないでくださいね。かけない方がこんな根っこ傷みません。なるほど。寒い気温で冷たい水をかけるから根っこが低温性のバクテリアが根っこ食べ出すんですね。それが根腐れって言います。でね、今こんな感じでこれはまたヘゴ、ね、ヘゴですよ ね、 ね、パパニューギニアでね生のヘゴを持ったことがあるんですよ。ナタでぶった切って水を吸っててね、もうほんと腰砕けになって持てなかった。これ乾燥してるから軽いんですよね、うん、なるほど。だからこうランを着生させるとずっと10年ぐらい20年持ちます。でカトレアよく見てくださいよ。こっちからこっち向きに伸びていってるんで、はいはい、こっち向きにつけます。こっち向いて咲いてるのは今の栽培方式なんですよ。昔はみんなバックバルブを南に向けて栽培してたんですよ、はい、だからお花は光求めて向こうに咲いて咲きます、はい、ところが今の生産者の方は古いカトレアの体を見せたらね見苦しいから、はい、あえて新芽を南に向けて、ほうほうほう、そっち側に咲くようにしてるんです。なるほど。でも自然界ではこうやってのじ登っていきますから、ほうほうバックバルブに向かって咲くんですよ ね、 なるほどね。だから昔の方が方法としては合ってたんですが、はいはい、今はちょっとでもおしゃれに見せましょうということで逆さまに置いて咲く。だから今は自然に戻しますよ。新芽の花ついてる方を上になるようにつけます、はいね、こうつけたい気持ち分かります。花咲いてますからね、はい、でも自然の木のへばりついていくのはこっちですからね。でこれねすごい簡単ですよ。こうやって置いて、はい、ちょっとだけ水苔を周りにつけて、はいはいはい、え、こんなんでいいの？と、こんなんでいいんです。ほうほうほう。こうやって水苔つけましたでしょ。そうですね。であと紐でくくっていくなんですよ。だけなんですよ。あ、これ結構ラフなんですね。そう、5月にしてほしい。もう10年間植え替えなくていいんですよ。今一瞬やったでしょ。水苔ちょっと両方につけてだけ で、ね、これはだから今水苔をかぶせて巻くと、はい、時間をかけて根が着生していくってことですね。そうです。5月にしたらそういうこと。3ヶ月でもう完全に根っこが張ってへばりつきます。だからこの糸取れるんですよ3ヶ月で。なるほど。結構その5月がいいっていうのはそういう根がちゃんと着生する時期でもある。そう、気温があるんで要するに15度以上20度以上あれば彼らは根っこ簡単に細胞分裂する。寒い時期にやっても根が動かないんですね。なるほど。いやもしこんなね仮に1月2月の寒い時にやってしまったって言ったら
段ボールの箱に入れてちょっと一緒にお布団で寝ていや本当に抱きしめて寝てあげるから、そしたら動いてきます。温度ってエネルギーなんですよ、はいはい、温度が低かった細胞が分裂できないので、できたらあったかい環境にしてあげた。だからワンちゃんと違って猫ちゃんなんですよね、ランは、ね、もうこうやって糸でぐるぐる巻いただけです。でプチンと切ります。ほんで出来上がり、あ簡単、あっという間に。これが来年になったら猫がうわーっと張ってビューって伸びていくんですよ、ね、あとこのヘゴ自体もぶら下げたり壁につけたり、こんな感じにこう S 字フックを引っ掛けて、そうそう引っ掛けて軒下とか、うん、もうベランダのところの洗濯物のところにも吊っててもいけます、うんうんね、ピッてやっとけば OK です。割とだからこういう着生卵の性質考えると、うんうん、鉢に植えるっていうよりはこう着生させて風通しのいいと、そういう環境が実は好む、実はその方が根腐れしないんですよ。なるほど。初めのビニールパンツ、あパンツちゃうちゃう下着は良くないって言いましたよね。でこっちが究極のメッシュの、ね、お召し物したわけです。本当お話聞くと最初の二重パンツから、はい、今はもうすっきりパンツって言ってますすっきり居心地のいいのノーパンになったっていう。いやいやいや飽きません。そうじゃないですね。素敵な形に、はい、鉢をね、ナチュラルな感じにね、はい、なるほど。いいでしょうか、はい。まあ、これで簡単に誰でもできるということで、はい、これが5月の作業と。そうです。でね、ポイントがあって、昔の人はここにね使い古しのパンティーストッキングを釣って、パンツからパンティーストッキングへ原因でも何でもない、そこに油かすを入れて、はいはいはい、水やりするたびにちょっとずつ有機質肥料が、なるほど、そういうことで流れるようにしてたんですよ。で今はこういう化学肥料があるので、これ今ハイポネックスの原液です、うん、普通こんなん見たら後ろで1000倍って書いてますわ、洋卵、うん、はね1000倍、はいはいはい、要するに1リットルに 1cc 入れて、だいたい何倍に薄めてくださいみたいな、ね、そうそう書いてますよね。目安があります。でそれよりさらに3000倍、かなり薄めですね。もっと薄くして水やり代わりにかけるんですよ、うん、干したらめちゃめちゃブリブリになって元気になるもうブリブリになります。ブリブリにパンティストッキングを突き破る感じですよね。でバイッと何回も言いますけど、パンティストッキングは肥料を入れるためのええ感じですよ ね、 そうですね。で、まあ、三角コーナーの袋にしときましょうか今更遅いっちゃう。なるほど、まあ、これもね、なんか園芸の楽しみで言うと、うん、液肥試したり、ね、はい、有機質試したり、自分なりになんかこう、これいいやんっていう、うん、そういう答え合わせも楽しいかも、ね、思います。着生卵の栽培はこうだって今日ポイント、皆さんよろしいでしょうか。わかりました。ということで今回は卵のお話でした、はい、ありがとうございました。